ない萩原です。今日も陸上界に起きた出来事を話しながら、皆さんと一緒に、陸上界のことを知り、もっと楽しめるようになっていけたらいいなと思います。僕も一応ずっと、10年間ぐらい、まあ20年ぐらいかトータル陸上に関わってるんですけども、そこまでね、その情報とか、あの競技会の誰が何分で何秒で走ったとか、この選手がすごいこの後注目だとか、そこまで詳しくないんで、ぜひね皆さんと一緒に、これから、学んでいって、陸上界のこと、競技会とかね、記録会のことを少しでもね詳しくなってったら面白いんじゃないかなと思って、こういう、動画を撮っていきたいなと思い、これが2回目ですね。前回が全日本大学駅伝の予選会の、まあ、感想動画的なのを撮ったんですけども、第105回日本陸上競技選手権大会、通称日本選手権。まさかね、2回目にしてこんなビッグタイトルをね扱うことになるとは思わなかったんですけれども、6月24日から、4日間開催されました。こんな感じでいろいろメモりながら4日間、はい、ちょっとね4日分あるんで、ちょっとメモ見ながらとか喋っていく形になるんですけれども、よろしくお願いします。今回の日本選手権なんですけれども、まあ普通の日本一を決める大会なんですけれども、プラスアルファ、あのオリンピックの代表選考が、入ってました。標準記録っていうのが各種目にありまして、そのオリンピック参加標準記録を切って、なおかつ3番以内に入った人が、オリンピックの代表に内定するという、単純に言うとね、そういう大会が入っておりました。面白ポイントというか、まあ全然わかんない人とか、事前に知ってたら面白かったポイントっていうかのがあって、ある競技があって、その競技に出る選手の中でオリンピックの参加標準記録を切ってる選手、その選手は3位以内に入れば、代表内定するんですよね。でもオリンピックの標準記録を切ってない選手がいたとして、その選手は早めのペース、ハイペースに持っていって、オリンピックの参加標準記録も切らなきゃいけないし、なおかつ3倍以内に入らなきゃいけない、その2パターンがいるんですよね。うん、だからいや俺は今回、勝負に徹すると、3位以内に入ればいいから、標準記録切ってるから、まあスローでもいいと、もう勝負に徹するっていう人と、いやいやいやもう勝負じゃなくてバンバン記録出しに行きたいんだっていう、このねせめぎ合い、スタートしてスローになるとか、スタートしてめちゃめちゃハイペースになるとか、そのせめぎ合いがあったりするので、そういうところも一個楽しいポイントなんじゃないかなと、はい、思います。1日目なんですけれども、100の予選がありましたね。注目が山形選手、多田選手、小池選手、サニブラウン選手、桐生選手、ケンブリッジ選手っていうね、陸上そんな詳しくない人でもこの100のメンバー結構耳にしたことある名前なんじゃないかなって思うぐらい、多分100は今すごい盛り上がってるんじゃないかなと、この6強みたいな形で言われてまして、予選が行われてみんな通過してたっていうところで、さすがだなっていう感じでした。で、戦後の予選がありましたね。まあ、死の2組みたいな感じで言われてて、2組目にすごい強豪が、揃ったって感じで、で予選が2組あって5着プラス2ということです。各競技にそういう、基準があるんですけども、これ何かっていうと、2組あって1組で、5着以内に入れば自動的に決勝進出で、プラス2っていうのは1組目で5着に以内、2組目で5着以内の他にタイムで上位2人が拾われるっていうシステムです。だから結果12人が決勝行けるみたいなことです。2組目ね、その死の2組と言われてた強豪が揃う中、佐藤くんか、洛南高校の佐藤啓太くんっていうのがもうガンガン先頭を引っ張っててレース作ってて、すげえなと思いましたね。高校生ですよ。高校生なのにもうガンガン行くっていうね、物おじしないっていう。で僕の中で一個注目の選手は新井菜々美選手、ホンダのね、ホンダの新井菜々美選手、若干絡みがありまして、はい、個人的に応援してました。うん、で新井菜々美選手は先日ね日本新を出したんですよね、1500分って。はい、でそういうのもあり、知り合いというかちょっと絡みがあるっていうのもありで、個人的には応援してる選手です。女子のアンダー20の 5000m がありましたね。うん、で拓殖大学の、フワちゃんが15分26秒09大会新で優勝っていうね、ありました。で2番手3番手が日本郵政グループの、選手が入ってましたね。でまあねこれね、みんな多分
見て思ったと思うんですけど、可愛いっすね。うん。拡大のフワちゃん、フワセイラ選手。可愛い美人な選手が増えましたね、陸上界。本当に。同日、まあ1日目に行われてた走り幅跳びの選手も、かなり美人な選手多いなっていうイメージですね。とりあえずね、まあ、こんなこと言うのあれですけど、本当に僕らが現役でやってた当時よりも可愛い子増えたなっていう。次がね、アンダー20の男子5000メートルっていうのがありましたね。アンダー20。うん。なんかね、青学の学内記録会みたいになってて、青学選手がもう前をすごい占領してる中、なんと市立船橋の尾形選手、まあ、結果4着なんですけど、尾形くんが大学生勢にがっつり高校生が勝負を挑んでるというか、うん、積極的にレースを展開してるっていうのはすごいなと思いました。100の準決があったんですけれども、まあ、山形選手が余裕でね通過してる感じで、これもまたびっくりしたんですけど、東京農大二高の柳田選手がサニブラウン選手よりも先着して準決勝を通過してるっていうね。はい。それもまたびっくりしましたね。高校生すごいな。怖いもの知らずというかね。うん。勢いがすごいあるなっていうの。で、桐生選手がね、アキレス腱の不安がありながらも、やっぱり組一着で通ってるっていうのもさすがだなと思いましたね。で、多田選手が、ちょうどこの日、6月24日が、25歳の誕生日だったそうです。おめでとうございます。はい。で、まあ、やっぱりね、僕ら、長距離選手としては、5000メートルのね、決勝がありましたね。5000の決勝がね、BS でしかやらないっていうことになりまして、なってまして、それまでずっと YouTube、日本陸連の YouTube のライブで見てたんですけど、BS 見れないっていうことで、近くの快活クラブっていう満喫に行きまして、5000の決勝見に行きました。はい。わざわざ、それだけを見に行きました。行ってみたら、結果ほぼほぼ放送されないっていうすごい悲しい出来事になりましたけど、5000メートル、まあ、14分ぐらいあるんですけど、4分ぐらいしか放送されないみたいなね。どうやってレース展開を見たかっていうと、 YouTube のチャンネルで陸上トラック&フィールドっていうチャンネルがあるんですけども、そこでね、フルが現地にいる人ですね、違法アップロードとかじゃないですよ、現地にいる人が現地観戦でカメラを回してそれを上げてくださってるんですよ。そのチャンネルがね、陸上、トラック&フィールドっていうチャンネルがあって、それが全体像ね見れる感じになっております。5000の参加標準記録が13分13秒50。早いっすね。まずね、この記録を切んないといけないっていうね。結果、遠藤日向選手が1位でゴールしたんですけども、13分13秒50の参加標準には届かずで、ま、優勝したんだけど、こんなに嬉しくない優勝は初めてみたいなっていうほど、本当に悔しがっておりました。まあ、暑さとかもあったんだと思うんですけど、まあ、ラップも若干取ったんですけど、一周が63、63、64、63、65、64、65、66みたいな。ちょっとね、64秒ぐらいで回っていかなくちゃいけないんだけど、66とかかかっちゃったりしてたりする場面もあって、まあ、暑さとかあったのかな、みたいな。僕のポイントとしてちょっとおって思ったのが、前回の全日本大学駅伝でも紹介した藤本くんね、日体大の、が出てるのが、お、すごいと思いましたね。全日本の予選やったばっかなのに、連戦で日本選手権出てるっていうのが、素晴らしいなって、頑張ってほしいな、今後もっていうね。で、インタビューをね、ぜひね、受けてほしかったんですけど、まあさすがにね、そこまでいかなかったんですけど、インタビューが面白かったんですよね。事前日本の時。二日目がですね、まあこれがね、二日目がほぼリアタイで見れなくて、YouTube とかで追っかけで見たって感じなんですけども、女子1500メートルがありましたね。で、田中希実選手がもう圧巻の走りでした。田中希実選手は5000メートルのオリンピック内定が決まってる選手です。一周目が66秒。で、二周目が66秒。1000メートルの通過2分45秒っていうね、早すぎるわ。最後67で次の一周も行って4分8秒でゴールっていうね、絶対今勝てないっていうね、こんぐらいで自分もねまた走れるようになりたいなと思って、戦後に MK にチャレンジしたりとかねしてるんですけども、はい、まあそれは置いといて、続いて、男子100の決勝がありましたね。はい、100はその専門外なんで、まあ、あんまり実際よくわからないんですけれども、
まあスタートのリプレイとかね、スローのリプレイとか見ると、まあ多田選手が勝ったんですけど、多田選手が頭をすごい下げてスタートしてて、スタートがすごいみたいなね、うん、でもそれはやっぱり素人目で見てもあそうだねみたいな、すごい下げてそこですごいなんか差が生まれてるなっていうのは、まあ素人目でも分かりますね。でなんかガトリン選手とかね、ボルト選手とかびっくりしたスタートって言われてますよね。多田選手が優勝のデーデーブルーの選手、そして山形選手、多田選手山形選手がオリンピック内定と、おめでとうございますというところでした。1日目の準決勝で農大二高の柳田くんがサニブラウン選手に先着して準決は勝ったって、通過したっていう、まあ柳田くんもねちょっと期待したんですけども、まあ惜しくも振るわずっていうところでしたけれども、やっぱでも高校生で決勝行ってんのすげえなと思いますね。日本選手権ですよ、日本一を決める戦いで、大人の中に高校生みたいな。そして、男子 1500m 昨日予選があって決勝がありました。オリンピックの参加標準記録が3分32秒、日本記録が3分37秒台っていうね、まあここもねまたねきついなっていうね、厳しいなっていう、うん。レース展開的には洛南高校の佐藤くんが引っ張る展開、まあ、予選でもガンガン自分で、積極的に引っ張ってて、決勝もガンガン 800m まで引っ張っていくっていう。でラスト400で新井七海さんが出てきて、僕の大注目のね、ラスト150ぐらいまではグワッていったんですけど、なんかそこら辺から足なんか大丈夫かなって、異常起きたのかなっていうぐらいちょっとね止まってる感じがして、うんうん、なんか大丈夫かなと思い走りでしたね。で結果川村選手が、優勝していったという1500メートルです。 YouTube の追っかけで今回見たんですけど、やっぱりね陸上トラック&フィールドチャンネルがいいところを撮ってて、うん、で100の決勝の前の動画あるんですけど、100の入場からスタート位置まで行って、でスターティングブロック調整してとかいうのが、選手の模様がなんか結構事細かにちゃんとこう撮られてて、なんか面白かったです、はい、会場の雰囲気とかもそれでわかるんで、ぜひ陸上トラック&フィールドチャンネルさんも見てみてください。で、3日目なんですけれども、女子の800ありましたね。女子の800の予選で、ここでまた田中希実選手が出てくるわけですよ。で後方からスタートして 400m は一番後方で通過、でラスト1周で、ラスト200で2番手に上がって結果1着で予選通過っていう、さすがの展開ね。もう強いっすね、本当に田中希実選手は強いで、安定してるし、ひょうひょうとしてる、うん、なんか強い選手ひょうひょうとしてるなっていう感じですね。女子の800で言うと、まあ浦部選手とか、あと北村夢選手とか、またねここでもね安定の美人揃いなんですよね。本当に美人が多くなりました。そして、アンダー20の男子 3000m 障害がありましたね。で早い展開で、アンダー20の歴代3位4位7位の好記録が出るという展開で、これねポイントがあって、僕のポイントなんですけど、2着の玉野江南高校の黒田くんっていう子が、実は父親が黒田正義さんということで、法政大学でね箱根走ってた選手なんですけど、黒田正義さんは、実は僕タメで同学年見てましたね。黒田選手の、黒田くんかなのことはずっと。で息子さんが日本選手権走ってるってすごいなっていうね、もうそんな年なんだなっていうねびっくりしましたけども、お父さんとね、黒田選手お父さんと全く走り方一緒っていうね、そこ見てて面白かったですね。はい、もし興味ある人はアンダー20男子 3000m 障害、玉野江南の黒田くん見てみてください。で2000年から2004年かあたりの、箱根駅伝の映像も YouTube に上がってると思うんで、そこら辺で法政の黒田選手を探して見てみると、あ本当だ走り方一緒だみたいになります。はい、で、この黒田くんは高校歴代2位で走ってましたね。すげえっす。ちなみに1位は、三浦龍司くんです。はい、男子 3000m 障害ですね。うん、これがすごかったっすね。ほんとすごかった。うん、8分22秒00がオリンピック標準記録で、三浦龍司選手が3位以内で内定ですね、という大会でした。補足状
校で言うと人大卒の荻野大成選手、旭化成の選手も出てましたね。うん、そこも僕は注目でちょっと応援してるポイントではあります。レース展開的には 1000m の通過が富士通の杖滝選手が2分48で1000取ったんですけど、それ以外はもう三浦龍司くんがもうずっと先頭、トップを譲らずそのままゴールみたいなね。ラスト1周前の水濠で転ぶんですけど、なんか転んだのをきっかけにっていうぐらい、そっからもうギアチェンジしてラスト1周ブワーってスパートして、結果8分15秒99日本新記録で、内定っていうね、すげえっす本当に。でこの記録はアンダー20のアジア歴代2位ですね。すごい、もう世界です、世界で。今季の世界歴代の11番手に入ってる記録だそうです。これもすごいですよね、もう世界で戦える、うん、三浦龍司選手で、2位が山口選手、3位青木選手。ここも8分19秒96、8分20秒70ということで、オリンピックの標準記録が8分22秒00なんで、もう3人がね、オリンピックの標準記録を切って、内定するっていうね、初めてじゃないですかね、こういう展開は。おそらく大興奮の 3000m 障害でしたね。面白かったです。で僕はね、興奮しすぎて三浦龍司選手のそっくりな画像をちょっとツイッターに上げさせていただいたんですけど、はい、まあよければ見てください3日目はね、男子 800m が予選がありました。これちょっと思い入れがある競技というか、はい、になってしまったというかなんですけれども、日本選手権が始まる1週間ぐらい前にクラブハウスっていうアプリがあるんですけど、クラブハウス内で村島匠海選手とお話をする機会がありまして、うん、でまあ以前からちょっと知ってたんですよ。でまあポップラインのランニング魂のRS ラボの測定の時とかもちょこっと映ってたかな、うん、出たりもしてるんですけど、村島匠海選手、まあ絡みはあったんですけど、なんかしっかりね日本選手権に向けてっていうところで話しさせてもらって、すごいなんかファンになっちゃいまして、はい。でこれから日本選手権に臨むっていう心境とかをね聞いちゃったりして、もうそれを聞いちゃったらねファンにならざるを得ないぐらいのね選手になりました、僕の中で。はい。で村島匠選手、まあ、匠 TV っていうね、YouTube もやってるんで、ぜひそちらを見てほしいんですけれども、まあ、1週間前にぐらい前にクラブハウスで村島匠選手とお話ししてちょっとファンになって、そっからもう全部見ましたね、匠 TV で。なおさらファンになってリアルタイムでね800の予選を見させていただいたんですけど、まあ、結果ねちょっと振るわずっていうところで、ラスト200ぐらいまではいい展開で、おーかっこいいなって感じだったんですけど、ラスト200からちょっとね厳しい展開で、まあ、予選通過できなかったんですね。予選敗退したんですけれども、まあ、本人はすごく悔しいだろうし、なんか引退もちょっと考えたっていうぐらい悔しがってたんですけれども、新しい競技というか僕の中では800っていうものが、今までもちろんね知ってる選手、玉上選手とか知ってる選手も多かったんですけれども、しっかり見たの初めてだなっていうね、こんなに、うん、感情入れて。だからこれからもね応援したいなと思いますし、村島選手のことは、はい、他の選手もねプラスアルファで注目していくことになるから、うん、なんか800っていう競技をねいろいろ今後知っていきたいなと思うきっかけになりました。で4日目なんですけども、4日目は、まあ、リアルタイムでほとんど見れなくて追っかけで見たんですけれども、女子の800の決勝ありましたね。浦部選手が優勝していました。うん、ラストスパートがすごかったですね、追っかけで見たんですけど。ここにもねやっぱ田中希実選手がしっかり、3位で食い込むっていう。で後方スタートね、スタートしてずっと後方の方に位置してるんだけど、結果3位まで上がってきてるっていうね強さを見せつけてたなって思います。そっからなんと40分後ぐらいに女子の 5000m の決勝があるんですけども、そこにもね田中希実選手出てるんですよ。すごくないですか、800で出し切って、うん、でその40分後ぐらいに5000も走るっていう、ね、で結果が、標準記録が15分10秒で0かな。で廣中選手が15分5秒で走り、標準を切っていた新谷選手が2位に入るっ
ていう状態で、廣中選手と新谷選手が、オリンピック内定を勝ち取るというところで、おめでとうございます。で、まあ、やっぱね、リアルタイムで見れてないって、まあ、追っかけもあるんですけど、ちょっとね、なんかあんまりフルでなかったりして、うん。なんかあんまりこう、しっかり見れなかったっていう部分があるんですけども、田中希実選手が3位でね、それこそまたゴールするんですけど、ゴール後、倒れ込んで、もう疲れたみたいな感じの表情でしたね。で、なんか、常に田中希実選手って走り終わった、あともうひょうひょうとしてる選手なんですけれども、初めてそういうシーン見たかなっていう、うん、さすがの田中希実選手も疲れたんだなっていう、はい、ということでね、結構長々となってしまったんですけども、まあ4日間をねちょっと振り返って、まあこんな感じでメモをね今見ながら4日間を振り返りながら喋ったんですけれども、今回の萩原ポイント的なところがあまりね面白ポイント的な感じではなかった、あんまり多くなかったかなっていうのはあるんですけれども、もうザワチャンネルのザワさんが現地で観戦してたっぽいんですけど、やっぱりね現地観戦がいいんだなと思います。だから今後ねいろいろご時世の問題もありますけれども、今回ね日本選手権有観客でやったんですけどね、なんか本当会場に出向いて見たいなっていう気持ちが膨らみましたね。現地で見たいなっていう、今後いろんな大会を現地で見に行けるようになれればいいなと思いますし、まあ見に行けるチャンスがあればいっぱい見に行きたいなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ポップライン萩原でした。君とカーボローディング、君とカーボローディング。